何作ろうかなってなった時に正直なんかいろいろ手を貸して作ってみてたんですよ。あ、作れないと思って自分で作ったものがいかに面白くないものなのかっていうのがを実感して、なんかヒントになるものがないかなと思って、そしたら枝を見た時に、あ、雲、枝、雲の巣ってなってそれでこっちの方が断然形も、自分ではねその線を選んでるんですけど、どうするか、ただその元となる地図はもう自然のものだから、それをなぞるのは自分次第だけど、元が強いから信頼できるっていうか、雲って結構臆病な生物で、最初捕まえて強制的にやろうとしてたんですけど、もう全然動かなくて、すごく自然に近い形でないとこの人たちは作ってくれないんだと思って、だから外に風通しがもある、外も見える下の草みたいな状態を作って、もちろん金属より枝の方を好んじゃうから、で出ていかないようにはしたんですけど、あのその中で買って作らせました。